さて、今日の目的は、30年前のボールです。去年約束してましたようにペーパーで磨いてきました。とりあえず1500番から順番に投げておきまして、あと5000番まで、とりあえず5000番は軽いんですけども軽くフォルシュしてきました。30年前のウレタンボールです。まあ傷はまだいっぱいついてるんですけども、とりあえず顔が映るかなっていうところまで磨いてきました。この43フィートの今のレーンで30年前のボールが投げられるのか投げられないのか、ちょっと検証してみたいと思います。とりあえず一遍いつもの私の好きなライン45ぐらいからボーイングの切れたところへ向かって投げていきたいと思います。さすがに曲がってこないですね。今のボールだったらあそこちゃんと曲がってくるはずですよね。オイルこれです。これ初投げなんですよね。5000番の投げでスペアを取るにはとりあえず35に立って天ピン、一番ピンの左側を狙っていくしかないですね。今日曲がらないですね、やっぱりね。ということは45で曲がらないということは40で立ってみましょうか。40でできたら外へ出してみたいと思います。まだ追い込むかな。おっ、ちょっと曲がってるけども5番ピンが飛ばない。5番ピンが飛ばない。前でちょっと曲がったけどね、5番ピンが飛ばなかったですね。いや取るにはあれどうしたらいいのかな。普通通りではいかないもんな。5枚外しとんないとこだ。35番、40枚で5番が飛ばなかったということですよね。今度は38枚で投げてます。
38万いきそうだな。オイルの中でいきそうだな。先で曲がってます。点検行ってみます。点検はほとんどまっすぐでしょうけどね。うん、全然まっすぐ行きますね。38枚、点検タップ38枚天品タップということは、37枚で8番ピンか。今度は7枚で8番ピンか。8番ピンだったかな。半枚ずらしてるんですよ。オイルの中でもいけるぜよ。オイルの中でもいけるぜよ。ここですよね。プレイヤー的にはさっきのラジカルのボールと変わらないですよね。こちらの方がなんか安定してるような感じかな。あー、まっすぐ投げちゃった。ごめん、投げミス。さてストライク。はい、行きましょう。10枚、37.5。いいラインだけども天品。あそこら辺はやっぱり古いボールと新しいボールの差かな。もう一直線ですよ。いいね。
天秤に捨てたらどうする。今日は人が多いから、はい、大変だね今日は。これ今日アシックスの前いっぺん投げたことあるんだけども、なんかハウスボールみたいな、そうそうそう、5000番磨いてきたんですよ。この前1500番で磨いてここで投げたんだけども、去年の春かな。でそのままにしてたんで、スピナーができたんで、一応とりあえず5000番まで磨いてきました。5000の油なんていうか安いですか。いやいや5000番、いやあのペーパーペーパーでペーパーの5000番全部ペーパーで磨いてきたんです。で結構スピードしてどうですか。そうですね、今37半ぐらいで立って、ちょうどポッケに入りだした。はじめ45から投げたら全然曲がんない、やっぱり。完璧だ。今さっきまでね、38とか37で投げて、8番とか天秤とかっていう感じで、今ずっと取ってたんですよね。さっき37半取ったら、うまくボッケに入って、次に2投目が打ち水して、裏に入っちゃって、まあ、で、ちょうど来たからさ。そうそう、いいとこ行きました。これもう1時間ほどね、で、最後、ちょっと慣れてから、体が慣れてから投げようと思ってさ、いや、外へ出しちゃえばインサイドから投げられるかなと思うんだけどさ、まあ45ぐらいで外へ出してみます。うん、であんだけ曲がるんだもんね。もう30年前のウレタンボールがさ、あんだけ曲がるんだからさ、まああの、そう、今のボールとさ、で、まあ、弾きは全然違うけどね。今日は人数が多いから、ちょっと今のオイルの上よりもちょっと外へ80まで曲げますせっていうことなんで、ウレタンでも45外に出すかなと。今度ストライク行きたいな、行きたいな。いいボールだな。45、オイルが切れてれば全然投げれますね。オイルの中は
行っちゃうけども、オイルが切れてるハウスでは使えるっていうことですね。コントロールが必要だけども、もう一度OKOKOK。 30年前のボールをオイルが切れてる3枚4枚ぐらい前出せば、ね、これ私いつもオイルのライン示しますけども、こういうぐらい来てますよね。ほぼオッケーね。今度は手前から37枚ぐらい立ってみますね。オイルの中を通すと、当たった当たった、おーラッキーラッキーラッキー。ちょい直進気味だったよね。ワンチャンス。
がとうございました。ありがとうございました。最後失敗に終わってます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日5000番まで磨いたアシックスのボールですけども、パーフェクト Z の SP、 これはまあ私のホールに合わせて開けております。まあ先ほど挨拶の時にはこれを5000番まで磨いてきました。自家製のスピナーができましたので、以前1500までの磨きをかけてありましたし、一度投げて、紹介はしておりました。それを、1500番から500番おきに投げて磨いて4000番5000番と、5000番はちょっと軽めですけども磨いてきました。このボールがオイルの外切れてるところまで出せば曲がるのか、オイルの上で曲がるのか、まあ今日は43フィートということで、ハウスの43フィートちょっと右側の外の方のオイルがちょっと削れてるような感じします。うちに落とせばかなりオイルがついてくるんですけども、まあ投げるたんびにちょっとこうオイルの付きを調べてみました。一応まあこれをちょっと1時間手前、まあ40分ぐらい投げて最後の体が慣れてから投げましたんで、まあちょうど渡辺プロが来た時にはタイミングよく内側で37枚ぐらいの立ちでストライクと、それから45に出してオイルのないところに出せばポッケに入るよっていうことをちょっと話してたら、それをやってみましたらたまたま45でポッケに入っていくということで、やっぱり曲がるんだねということを言われました。まあそういうことで今日はこれのレポートです。ありがとうございました。